もう川西さんもうちょっと観戦欲しいってそうですね、うん、なんかやっぱサプライズでね、あの行かせてもらったんで、うん、もう少しあってもよかったのかなとは思いました。驚きの方が多分強かったですね。ですね、きっと。なんか1週間後に入学式っていうことで、まだ皆さんもこうあの仲良くないというか、まだ知らないと思うので、なんか緊張し、空気が結構緊張感があって、こっちまで緊張しちゃいました。なんかありますよね、その張り詰めた空気というか、なんか最初の独特のなんか話しかけていいのかどうかっていう、その緊張が、もうでもね、全然話しかけていっていいと僕は思いますけど。